あたいはマコラ、東の守護神やってんだ。よろしく。お控えなすって。あたいはウサギ屋一座の座長マコラと申します。以後お見知りおきを。今日も団子がうまい。禁止。そんなズルしてっとご利益をもらえなくなっちまうよ。おーおー、そこのお兄さん、ちびっこの手離すんじゃないよ。こんな日に迷子なんて勘弁だろ。おー、さっきまでぐちゃぐちゃだった人混みが綺麗に4列になっちゃいました。元気な声を聞いてるだけでもなんだか心地いいもんだぜ。敵を殺すにゃ刃物はいらぬ、雨の3日も降ればいい、なんつってね。これさっきの女の子の声ですよね。だよな、ちょっと行ってみようぜ。ハレリアーがっぽり青天井けれど博打ですってんころり、生かすも殺すも結局客次第ってね。うちの焼きそばはそこらの大棚の紅をしろいつけたお姉ちゃんからください頂戴でいただきますと、700-800はくだらぬ代物だけど、今日は腹切ったつもりで500ルピでどうだい。いやあ、さすが切符がいいね。10人前もらおうか。あいや、毎度あり。てかよ、さっきまであいつ参道の入り口にいたよな。はい、この人混みの中をどうやってパッと移動したんでしょう。ほう、なるほどね。合点承知。先走んじゃないよ。うわあ、すごいです。あれなら人混みなんかへっちゃらですね。なあ、何かあったみてえだな。あのウサギ耳の姉ちゃんを追っかけようぜ。どこ行っちまったんだ。早すぎて見失っちまったぜ。生きがるのも大概にせよ、小っ端が。あんだとこら。喧嘩かよ。よし、怪我人が出る前に止めようぜ。
酒は飲んでも飲まれるなってね。ちょいと落ち着きなってのさ。怒鳴り合うよりも陽気に笑って過ごそうじゃないの。笑う角には福来たるってなもんだろ。へえ、ごもっともで。ハモは喧嘩をあっさり収めちゃいました。ガッテンショーチー、あたいが行くまで待ってなよ。また何かあったのかもしれません。追いかけましょう。おや、そこでポカンと口を開けているのは団長じゃないかい？あ、リチャードさんも来てたんですね。もちろんさ、なんてったって今年はうど年、俺たちギャンブラーにとっちゃ特に大事な年だからね。ん？そりゃどういうこと？あれれ、もしかして知らないのかい？婦人宮には幸運、飛躍、商売繁盛の御利益があるって言われててね。ギャンブラーやバクトにとっちゃ欠かせない場所になってるのさ。へえ、そう言われてみりゃ人相の悪いやつが多い気もするぜ。ちょっとちょっと、顔で判断しないでってば。あのリチャードさん、実はさっきからちょっと気にかかってたんですけど。ああ、あのウサギ耳かい？あれはここの年神様のファンだとは思うけど。ファン？宇神宮の年神様はちょっとした人気者なんでね。とはいえ今のはどっちだろうね。ん？ファンじゃねえやつらがウサギ耳をつけることなんてあるのか？オーケーオーケー、いい質問だ。そもそもウサギ耳はバクトにとって幸運のお守りだったなんていう伝承があってね。それはもうはるか昔、宇神宮初代の宇の神は大の博打好きだったらしくてね。サイコロ一つの出目を予測するシンプルな博打、チョボイチにのめり込んでたんだとか。最初は身内だけでやっていた博打も、類は友を呼ぶを地で言った結果、近隣の博打も集まってきたらしく。なんだかこの小屋も手狭になっちまったね。てなわけで宇神宮の本殿の隣に賭場を作っちゃったのさ。神社の隣に賭場？いいのかよそれ。常識じゃ考えられないが、博打がやりたいって欲求が勝ったんだ。尊敬に値するよ。そういうものなんでしょうか。もちろん俺たちギャンブラーからすればね。それから賭場にはいろんな場所からバクトやギャンブラーが押し寄せたんだ。だが宇の神はその中の誰にも負けやしなかった。その腕はまさに天下一品。おうおうおう、この空にはあたいに勝てるやつはいないのかい？苦渋をなめさせられたバクトたちは煽ってくる宇の神のウサギ耳を見てこう考えたらしい。あのウサギ耳がサイコロの音を聞き分けてるに違いねえ。
それからというもの、バクトたちは宇の神にあやかり、ウサギ耳を手仕事でこしらえると、そいつを幸運のお守りとして身につけたんだそうだ。ただでさえバクトは人相が悪いやつが多いってのに、ウサギ耳ってこの話にはもう少し続きがあってね。当時一番大きかったカジノにウサギ耳をつけたバクトたちが退去して現れた際、オーナーさんがその異様な姿にビビっちゃってね、ウサギ耳をつけることを禁止にしたんだよ。でもバクトさんたちからしたら幸運のお守りですし、認めてほしいですよね。そう、そこでバクトたちは抗議さ。オーナーが悩みに悩んで出した答えは、カジノの従業員にウサギ耳をつけさせ、その幸運祈願のご利益をみんなに平等に分け与えるってことで手を打ったのさ。考えたもんだぜなかなかの差配だよね。でその名残が今のカジノ邸のバニーガールにあるとかなんとか。まあ真偽のほどは定かじゃないけど、幸運のご利益を授かれるってのは本当らしいよ。嘘みてえな話だけどよ、なんか妙に説得力があったぜ。てことでご利益を授かるために俺は先に並んでるよ。グッバーイ。お、歓声が聞こえたけど、向こうの建物で何かやってんのか？つうか、あれ、リチャードが言ってた賭場か？めちゃくちゃでけえじゃねえか！ねえ、行ってみましょう！っていうよりもよ、なんだか舞台みてえな作りだな。あ、見てください、ウサギ耳をつけた人が大勢いますよ。よっ、ウサギや。マコラ様。マコラ様、あなた、マコラ様を知らないの？え？あ、はい、すみません。ちょっとちょっと、謝んないでってば。むしろね、羨ましいなって思ったのよ。マコラ様の開運祝福祈願書をまっさらな気持ちで見れるんだもの。その感動たるや、私の日じゃないでしょう。ウサギ耳の姉ちゃんじゃねえか。し、あ、わり。あのお方がマコラ様、この宇神宮の年神様よ。そしてさらにさらに、彼女こそ全空を巡る旅一座、ウサギ屋一座の座長でもあるのだ。緑あふれるこの土地で満月を拝むも今宵を限り、
おめえらと育んだ愛も友情も仁義も、もはや無用の長物よ。アネゴよ、ウサギや。星が巡りゃ、またあたいらの糸と糸が絡み合うこともあら。そんときゃ、また満月の下で。よっ、ほら、さあ。共に酒を酌み交わそうじゃねえか。毎度どうも。あたいは、あたいらウサギや一座は、皆々様の温かい愛で。マグラちゃん、今日は座長じゃなくて年神様として待ったんだろ。あっと、こりゃまたうっかり。どうもあたいそこつなもんで。あの、さっき皆さんが投げていたのは何なんですか？ああ、あれはおひねりといって、お金を紙に包んだものなの。心付けやご祝儀みたいなものよ。へえ、勉強になります。すげえもんを見せてもらったしよ、オイラたちもおひねりっていうのを投げてみようぜ。もうひねりた、こりゃ嬉しいもんで。あんたらかい、旅の安全を願ってほしいっていう気空団さんは。はい。へえ、いい面構えじゃないか。役者としてあたいのウサギ屋一座に欲しいぐらいだよ。あの、マコラさん、さっきのショーとても良かったです。なんだか感動しました。そんな風に言ってもらえると役者冥利に尽きるってなもんだ。なあ、ウサギ屋一座ってのはウサギ耳の姉ちゃんとちっこいウサギたちだけでやってんのか？いや、一座は副座長の兄の仕切りで今も旅公演を続けて。ちっこいウサギとは失礼だね、君。だよな、てめえだってちんまいくせによ。ダメだよ、喧嘩しちゃう。あー、お腹ペコペコだよ。なんだなんだ、どっから現れやがったんだ。驚かせて悪かったね。このギャンキャワユイウサギちゃんたちはあたいの式神でさ、今年の年神をやんなきゃなんないあたいの世話をするために一座を離れ一緒に宇神宮に来てくれたんだ。私、いつかウサギや一座さんのお芝居を見てみたいです。嬉しいこと言ってくれんじゃん。
我らウサギや一座は剣劇、舞踊、芝居の三拍子揃った人気の劇団。あなた様のご期待を裏切らず楽しんでいただけるかと。お前、見た目と違ってすげえ真面目なんだな。黙らっしゃい。キャッ、ギャンキャワな子たちが戯れてる。どうしたらそう見えんだよ。さーて、それじゃあ安全祈願と行くとすっか。あんたらの気空艇に案内してもらえるかい。はい。悪いね、ちょいと待ってもらえるかい。また何かあったのか。あー、いや、今回はちょいと違ってね。マコラ様、副座長から急ぎのお手紙が届きました。こりゃ参ったね。その様子ですと母上様はまだ。ああ、いつもだったら3日もすりゃ戻ってくるんだけどね。だもんで父ちゃん心配性が過ぎてぶっ倒れちまったってさ。こりゃ天下の一大事だよ。兄たち一座の連中には旅公演があるってこったよ。ウサギや、このあたいがやるしかよっ。ほら、さあ。ねえ、ってこったてなわけで、団長さん、あたいの頼み事を聞いちゃもらえないかい。こりゃ察しが早えや。遅ればせの神器、失礼でござんす。あたい生まれも育ちも旅一座、都政ゆえあって宇神宮の年神になれど根はしがない旅役者でござんす。この空を西へ行きましても東に行きましても、島々のお客様方の応援だけが心の支え。お恥ずかしながら家でした恋愛体質の実母を連れ戻さんがため、皆皆様お力をお貸しくだせ。わう、おいらたちにできることがありゃ言ってくれよな。うぅ、今日はゆいなトカゲちゃんは。だからトカゲじゃねえって言ってんだろ。トカゲ、我らからもよろしくお頼み。